な日を素敵に見守られて見つめ合って夢の中日本各嬉しいゆとり緑の庭園華やかにフォーマルにロココウェディング新しい南柏日本閣日本閣武蔵野村は楽しさいっぱい。ただいま春のフラワーカーニバルを開催中です。みんなで行きましょう。武蔵野村ほんまのバッカなロンドンバス、ワクワクするようなイギリスがマザー牧場にやってきた。楽しさいっぱい盛りだくさん、ブリティッシュフェアマザー牧場。申し上げます。日光江戸村は花魁、姫、忍者に黄金の茶室、楽しさいっぱい、時代劇いっぱい、日光江戸村へ。椿満開の伊豆大島、東海汽船でどうぞ。はこね、訪れるたびに好きになる。くつろぎを求めるなら私は箱根。箱根夢二夜。ジャンボなシャチが小さく見えます。ビッグなオーシャンスタジアムでダイナミックショー。愉快な仲間も待ってるよ。楽しく遊ぼう鴨川シーワールド。Bandit. Fright of a million people. Bandit. Somaland. 腕をそっと差し出したって捕まってなんて。二人の恋は安全第一。重力発電所東京サマーランド。日本の真ん中、信州諏訪湖。日本一の間欠泉、諏訪湖間欠泉センター4月オープン。館内は間欠泉の仕組み、諏訪湖の神秘を展示。信州上諏訪温泉。日本の真ん中、信州諏訪湖。日本一の間欠泉、諏訪湖間欠泉センター誕生。館内は間欠泉の仕組み、諏訪湖の神秘を展示。お泊まりは信州上諏訪温泉。こんなこともコードがなければ解決。今日はこのユピテルコードレス電話のご紹介です。私も欲しいのよね、コードレス。でも高くて。時は1990年だよ。この際思い切って買い替えたら。何しろこれ1990年にちなんで特につけた値段1万1990円だよ。コードレス電話が1万円ちょっと。そう、卓上だけじゃなく、ほら壁掛け OK ならお台所にもぴったり。もう長電話で折々が焦げる心配もないわね。洗濯しながらだって話せるし便利。フル充電で9時間連続使用可能。充電後は受話器だけ縦置きしておいてもそこで電話が取れます。3箇所の短縮ダイヤルが OK。 相手がお話中でも最後にかけた番号を記憶しており、ボタン一つでつながります。微弱型ですので10メートルぐらいの範囲でお使いください。色は2色をご用意。このユピテルコードレス電話11,990円と今年ならではのお買い得プライス、お揃いの色のおまけもつきます。分割送料はご覧の通り。お申し込みは東京03-943-1000番へ。お待ちしています。人とエネルギーと丸いお付き合い、ありがとうございます。循環14日からです。東京電力。あなたの街のあなたのそばに、テプコホームエンジニア。電気の相談引き受けます、テプコホームエンジニア。
はい、了解。それではすぐに向かいますので。電気のことならお電話を。テプコホームエンジニアが伺います。東京電力テプコインフォメーション。電気器具を使うときに周波数が関係してくることをご存知ですか？日本では静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あたりを境にして、東側が 50Hz、 西側が 60Hz に分かれています。でも一部の地域では2つの周波数が混合しているところもあります。もし周波数の違う地域に引っ越しされる方は、前もって電気器具のチェックをしておきましょう。このような表示があれば全国どこでも使えますが、器具によってはそのまま使用できないものもあります。詳しくはメーカーサービス機関や販売店にご相談ください。また引っ越し先の周波数がわからないときは、お近くの東京電力にお問い合わせください。東京電力。大恐竜展。子供を産んで育てる優しいお母さん恐竜。楽しさいっぱいの大恐竜展は国立科学博物館で。東京ドーム全国着物大バザール、2月2日3日4日5日でっかく開催。呉服のすべてを東京ドームいっぱいに大展示。2月の2日3日4日5日は東京ドームへ。日本テレビ NNS 国際スクール、夏休み海外でホームステイをしてみませんか？この夏世界のホストファミリーが君たちを待っている。パンフレットを差し上げます。お申し込みはご覧のところへ。ザ・プラさんです。2月28日水曜日、いかがお過ごしでしょうか？さて、もう明日から3月なんですね。確定申告の方もどうぞ早めに。ただ今日の特集なんですが、月に一度のサイエンスコーナー、竹内先生の登場です。今日のテーマはテレビゲーム、子どもの頭脳に悪い影響が出るというお話です。ザ・プラさんです。2月21日水曜日、いかがお過ごしでしょうか？さて今日の特集なんですが、交通事故を取り上げます。年々減少傾向にありました交通事故による死者が2年ほど前からまた1万人を超えるようになったんですね。その原因について今日は深く探りたいと思います。夕方6時皆さんです。まもなく5時になりますが、いかがお過ごしでしょうか？ただ今日のニュースの方は、千葉県片貝海岸でのこの捜索状況、続報からお伝えしてまいります。それから特集なんですが、今週はシリーズでお伝えしてますローカル線の旅、今日は千葉県は流山を旅します。夕方6時からさあ皆さんです。4月26日木曜日、いかがお過ごしでしょうか？さて今日はですね、月に一度 のサイエンスコーナー、竹内先生にお越しいただきまして、オースティン彗星を科学します。オースティンを調べるところ、地球誕生の歴史も解明できるとか、詳しくは6時からプラス。日本の真ん中、信州諏訪湖。日本一の間欠泉、諏訪湖間欠泉センター誕生。館内は間欠泉の仕組み、諏訪湖の神秘を展示。お泊まりは信州上諏訪温泉。はい、もしもし。あら、久しぶり。元気？あら、大変だわ。こんなこともコードがなければ解決。今日はこのユピテルコードレス電話のご紹介です。私も欲しいのよね、コードレス。でも高くって。時は1990年だよ。この際思い切って買い替えたら。何しろこれ1990年にちなんで特につけた値段1万1990円だよ。コードレス電話が1万円ちょっと？そう、卓上だけじゃなく、ほら壁掛け OK ならお台所にもぴったり。もう長電話で折々が焦げる心配もないわね。洗濯しながらだって話せるし便利。フル充電で9時間連続使用可能。充電後は受話器だけ縦置きしておいても、そこで電話が取れます。3箇所の短縮ダイヤルが OK。 相手がお話中でも最後にかけた番号を記憶しており、ボタン一つでつながります。微弱型ですので10メートルぐらいの範囲でお使いください。色は2色をご用意。このユピテルコードレス電話11,990円と今年ならではのお買い得プライス、お揃いの色のおまけもつきます。分割送料はご覧の通り。お申し込みは東京 03-943-1000 番へ。お待ちしています。人とエネルギーと丸いお付き合い、ありがとうございます。循環14日からです。東京電力。あなたの街の
あなたのそばに TEPCO Home Engineer。 天気の相談引き受けます。はい、了解。それではすぐに向かいますので。電気のことならお電話を。テプコホームエンジニアが伺います。東京電力テプコインフォメーション。電気器具を使うときに周波数が関係してくることをご存知ですか？日本では静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あたりを境にして、東側が 50Hz、西側が 60Hz に分かれています。でも一部の地域では2つの周波数が混合しているところもあります。もし周波数の違う地域、まあるいお付き合いありがとうございます。循環14日からです。東京電力、あなたの街のあなたのそばに、テプコ電気の相談引き受けます。テプコホームエンジニア。はい、了解。それではすぐに向かいますので。電気のことならお電話を。テプコホームエンジニアが伺います。東京電力テプコインフォメーション。電気器具を使うときに周波数が関係してくることをご存知ですか？日本では静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あたりを境にして、東側が 50Hz、 西側が 60Hz に分かれています。でも一部の地域では2つの周波数が混合しているところもあります。もし周波数の違う地域に引っ越しされる方は、前もって電気器具のチェックをしておきましょう。このような表示があれば全国どこでも使えますが、器具によってはそのまま使用できないものもあります。詳しくはメーカーサービス機関や販売店にご相談ください。また引っ越し先の周波数がわからないときは、お近くの東京電力にお問い合わせください。東京電力大恐竜展。子供を産んで育てる優しいお母さん恐竜、楽しさいっぱいの大恐竜展は国立科学博物館で。東京ドーム全国着物大バザール、2月2日3日4日5日でっかく開催。呉服のすべてを東京ドームいっぱいに大展示。2月の2日3日4日5日は東京ドームへ。日本テレビ NNS 国際スクール、夏休み海外でホームステイをしてみませんか？この夏世界のホストファミリーが君たちを待っている。パンフレットを差し上げます。お申し込みはご覧のところへ。さあ、プラさんです。2月28日水曜日、いかがお過ごしでしょうか？さて、もう明日から3月なんですね。確定申告の方もどうぞ早めに。ただ今日の特集なんですが、月に一度のサイエンスコーナー、竹内先生の登場です。今日のテーマはテレビゲーム、子どもの頭脳に悪い影響が出るというお話です。さあ、プラさんです。2月21日水曜日、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日の特集なんですが、交通事故を取り上げます。年々減少傾向にありました交通事故による死者が、2年ほど前からまた1万人を超えるようになったんですね。その原因について今日は深く喋りたいと思います。夕方6時、皆さんです。まもなく5時になりますが、いかがお過ごしでしょうか？ただ今日のニュースの方は、千葉県片貝海岸での捜索状況、続報からお伝えします。